お前ら、でゃーどうお前らでは俺に追いつけない。ここ、危ない。どこ行くんですか、先生。そこじゃありません。ゼルダ姫の最後じゃ。ドーン。死因転落死。言葉もないな。あんな大人にだけはならないようにしよう。ちょ、もういい。どうせあれは金だ。金など必要ない。生きる上で。草を使って攻撃。人殺し。そこ一人人を殺めてしまった。この子の将来が心配だ。ついに魔城にたどり着いたな。この二本の足だけでこのダンジョンをかいくぐっていく。にゃー。ということにならないように気をつけなくては。でって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 道を開けろ。同じ緑色じゃないか。誰にも誰も俺は見えていないようだな。貴様が鍵を持っているようだな。よし、私が成敗してくれよ。マーシャルアーツの餌食にしてくれるわ。あの、彼の拳には攻撃力が宿っていないんだね。やむを得ない場合のみ抜刀を許可する。ドスドスドス。すまん、許せ。ちょっと最初のステージは武器が手に入ってないということもあって申し訳ないですが、剣をちょっと使わせていただきます。積んでしまうのでね。この穴は城内にこういう穴を設けるのはどうなんだ。こんな職場で働かない方がいいよ。転勤した、転属願いを出した方がいい。この子も倒さないと先に進めないので申し訳ないですが倒します。こいつもなんですね。申し訳ない。すまんな、許せ。ブーメランが手に入った。しかしブーメランには殺傷能力はないからな。敵を倒さないと進めないっていうところで、まあ、ブーメランで倒せる敵もいるんだけど、この城内にはいないかな。てや、よし。いや、よし。インド人。ツボが。ほい。死ねー。ザク。なんだこいつ。結婚しよう。聞こえてないけど。しょうがない、急いでやるか。なぜ金が。よし、チュッ。
チュッ。これでお前は俺の女だ。ついてこい。ちょっとゼルダさん、僕と歩幅を一緒にしてくださいよ。俺すげえ一生懸命歩いてるけど、俺の靴が滑りやすすぎるんだろうか。ツル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 みたいな。よし、姫が連れ去られているというのに、こっちから行こう。特に慌てる様子もない兵士たち、完全に正気を失っている。救わねば。よし、お父様の部屋から教会に、こう城内に入って、こうまっすぐ一番近い部屋が王の間っていうね。守り的に大丈夫なのそれは。王様は後ろはすごいなんかいろいろ入り組んでたのに、初めての共同作業。よし行くぞ、心してかかれ。ああ。よし、ここはかん、よかった、これだ。ブーメランを使う。魔法が、魔法力はくれ。明かりが欲しい。よし、明かりさえあればこっちのもんだ。うわあ、蛇の大群だ。うわあ、うわあ、うわあ。よし、ブーメランに当たって麻痺している間はダメージ判定がない。これを利用して、あ、コウモリは倒せるんだな。よし、明かりなぞいらん。よし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 、水路、これは水路の上にいればネズミは襲ってこないから楽勝ですな。お、割と一発でいけるぞ。よし、ここまで来た。ここにね、ちょっとまた剣を使わなきゃいけない相手が。ちょちょ、よし、電気をつけよう。電気じゃねえ、おお、神風特攻ネズミ、どっちだ。こっち。ああ、ま、いっか。キラーン。視聴者からの顰蹙が違うんだ。奴らが悪いんだ。俺は何も悪くない。よし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 、順調だ。ついにここまで来たか。もう少しだ。おっしゃ。さて、じゃあ左から行く。ガボーン。ここからか。よし、ここまで戻ってきた。にゃんにゃん、猫だぞ。にゃん、これに近寄るな。じゃあ左から行くかな。ああ、分かってるなら早言えよ。なんとかなった。よし、神父さん。おお、ゼルダ姫無事でしたか。テラゾー、お前が助け出してくれたのですね。じゃあ結婚式を、結婚式を挙げてください。どうでもいい、そんな話は。うるさいうるさい、やだやだ。はいはい、わかったよ。お前ゼルダ姫と二人きりで、まあいいや。
密談。どうでもいい。なんか取りづらい雰囲気。あ、邪悪な邪悪な心がまた一つ増えてしまった。心の空洞。よし、これから、よし、早速最初のダンジョンに向かうか。